まあな、ポメラニアンも舐められたもんじゃないからね。ポメラニアンだって本当犬科のね、本当に小型ですけど、犬科のやっぱり強靭な顎を持っていて、しかも小型犬だからやっぱり歯も尖ってるんでね。小さくて尖ってるんで、噛んだ時のその圧って、一本にかかる、この先先端にかかる圧ってのはとんでもないですから。人間の指ぐらいグンってこう、貫通できるぐらいの強さ持ってますからね。手出してこうやって、ほらーってこう、あーってこう手出してこう、掴みに行こうとすると、ガラーって構えて、はーい、痛いってなるんですから、痛い、指先のここの神経のところ痛いってなりますから、はい。で、ポメラニアは、まあ、安全に行くとするならですよ。ポメラニアは来いや、来いや、来いや、つって、とりあえず来いや、つって、お前から来いや、つって、ギャーマン、わぎゃぎゃぎゃって来て、わわわわって近づいてきたとこを、ダーン。ええ。もうこれしかないですよ。はい。まあ、俺から絶対そういうことをすることは絶対にないですけど、本当に。ポメラニアンが本当にもう、バイオハザードみたいな、はい、ウイルスに、はい、アンブレラ社みたいなところからのウイルスに感染して、もう、みたいになって、わぎゃーって来るなら、今の倒し方は有効だなと。はい。まあ、健全なポメラニアンを俺が倒すことは一生ないと思いますんで、はい。ぜひ、愛好家の皆様をご安心いただければと。はい。そして、はい。やめろ、チェロス、お前。ポメラニアンとか、お前。あんな可愛い愛玩動物を、お前、倒させるとかもやめろ、お前。聞いたらやっちゃうんだから、百獣の。聞かれたらやっちゃうんだから、やめろ、ほんとに。いい加減にしなさいよ、ほんとに。こんだけはみんなが YouTube で炎上してるってのに、未だにそういうことするか、お前らは。最低だな、お前ら、ほんと。自分の存在意義をもう本当に。なんだ、もう本当になんだ。勝ちたかったら登録しとけい。